2001年に登場したカローラ・ランクスとアレックスは、その前年に新しくなったカローラのハッチバックモデルだ。ユーザー層の高齢化が進行していたカローラは、そのイメージを打破することを強くアピールしてフルチェンジした。ランクスとアレックスは若いユーザーを取り込むことで、その若返りをさらに推し進めた車なのである。両者の違いはフロントマスクにあった。ランクスはカローラと同じニューセンチュリーバリューのエンブレムにハニカムメッシュグリル、アレックスは社名の A をモチーフにしたエンブレムに横バーグリルを組み合わせた。2004年のマイナーチェンジで両者の顔つきは似たものになったが、この基本デザインは守られた。搭載エンジンは 1.5 リットルと 1.8 リットルの2つで、組み合わせられるトランスミッションは4速オートマチックがメイン。ただし最高出力190馬力、最大トルク 18.4 キロを発生する 2ZZGE 型エンジンを積むスポーティーモデルの Z 系には6速マニュアルも組み合わせることができた。欧州のプレミアムハッチ的な雰囲気を持つランクスとアレックスだが、 1.8Z と 1.8Z エアロツアラーは走りもヨーロッパのホットハッチそのままだ。可変バルブタイミングリフト機構である VVTLI を備えた 2ZZGE 型エンジンは6000回転を境にサウンドと回転フィールが明確に変化し、官能的な加速を味わうことができた。このランクスとアレックスはヨーロッパではカローラそのものとして販売された。グローバルな拡大を目指すトヨタにとっては極めて重要な戦略車種であった。